国語典へと至る秋月神夜の長屋門。唯一城内の源の位置にある。秋月藩は福岡藩の師藩。1623年に黒田長政の三男、黒田長江が福岡藩より五万国を分置されて立藩した。藩長は秋月神夜。無常大名ではあるが城主格が与えられていた。四大藩主朝廷の即女、春姫は、 高鍋藩の秋月氏に嫁いだ。春姫の次男は、米沢藩へ、向こう用紙に出され上杉養山となった。寛永年間に、福岡藩の間で、下座軍の一部と穂奈軍、安軍の一部の所領交換が実施されたが、幕府の承認を得られなかったため、大内赤市街とも呼ばれた。また、秋月陣屋の目と鼻の先にあった、交通の要所である天城塾を手放すことを、 福岡藩が拒否したため、秋月、福岡両藩の境界線は、天城塾が福岡藩領に含まれる形での複雑な線となった。1871年の廃藩地権により、秋月県となり、その後、福岡県に編入された。秋月黒だけは1869年に家族に、列死、1884年に死釈となった。 戸様五万国長、高長、重長、貴重町、帝朝、国長、重長、県長、信長、省、長元、長吉、長徳。ありがとうございます。